打席はゴンザレス。狙った、ライトに上がったゴンザレス。持っていきました先制のツーランホームラン。バファローズが2点先行。まっすぐでしたかね。まっすぐですね。今は速いボールに反応しました。そういえば第1号がライオン戦タイダーからホームランを打ってますが、やっぱり速いボールに対してはこのスイングを見せたというゴンザレス。あの最初の打席にも言いましたけど、あのゴンザレスもそう、フランコもそうなんですが、後ろに大きく取るタイプじゃないんですよね、はい、そこからスムーズにバットが出てきますので、本当にミートすればいい、そのパンチ力として飛んでいってしまうよっていうところだと思うんですよね、バッティングを褒めるボールは多少甘かったかもしれませんがね、やっぱり、スムーズに出る分だけミートすればこういう危険性っていうのはね。